ベラ・ナボコフは、ユダヤ系ロシア人の編集者、翻訳者であり、小説家、ウラジーミル・ナボコフの妻である。ベラ・ナボコフは、ベラ・エフセイ・エブナ・スローニムとして、サンクト・ペテルブルクのユダヤ人の家に生まれた。三人姉妹の次女で、母は、スラバ・ボリソブナ、父は、エフセイ・ラザレービッチ・スローニムという名だった。エフセイは、法律家であり、いろいろな仕事を手掛けた中で、 タイルと木材の商売で成功を収めた。第一次世界大戦とロシア革命の混乱の中で、一家はモスクワに移り、その後はキエフ、オデッサ、イスタンブール、ソフィアを経由してベルリンに到着し、この地で一大勢力を成していた亡命ロシア人社会に合流した。父のエフセイスローニムはベルリンにオルビスという出版社を設立し、ベラはその事務所で働いた。 ウラジーミル・ナボコフは、当時ドストエフスキーを英訳する計画を持っていたため、その縁で、ベラの父親とも会っており、チスも指している。ナボコフの死は亡命ロシア人たちの間で有名で、ベラも彼の作品を読んで尊敬していた。ベラとナボコフが初めて会った時のことは詳しくわかっていない。ナボコフによれば1923年5月8日の、事前舞踏会で顔を合わせたのが最初である。 この日付以降のどこかで二人は入り江を眺めながら時間をかけて会話を楽しんだ。黒いサテンのマスクで顔を隠したベラは時折会話にナボコフの死を引用した。当時のナボコフはウラジーミル・シーリンというペンネームを使っていた。ナボコフ家のようなロシア人貴族がユダヤ人の娘と結婚することは珍しかったが、ナボコフは意に返さなかった。 父、ウラジーミル・ドミトリエヴィチ・ナボコフは、帝政ロシアにあって反ユダヤ主義に批判的な、論者として、有名な政治家で、キシナウポグロムが起こるとそれを非難する記事も書いていた。父、ナボコフは、1922年に、ベルリンで、政治家、パーベル・ミルコーフの暗殺に巻き込まれて、射殺されている。ベラとウラジーミルは、1925年4月15日に、結婚した。 彼女は新進の作家でもあったが、これ以降は夫の作品の批評家、読者、タイピストに専念するとともに、秘書や翻訳の仕事で家族を支えた。息子のドミトリーは1934年5月10日生まれた。1940年にアメリカ合衆国に移住すると、ベラは運転を覚え、夫の運転手役となってあちこちに出かけた。 二人の行き先として有名なのは蝶の採集をする夫を乗せて行った太平洋岸北西部である。ナボコフは仕事に関してもベラに頼りきりでどこに行くにも彼女なしでは考えられない状態だった。抗議の間彼女はステージの右手に腰掛け、ナボコフは左手の演壇から学生に語りかけた。ベラはナボコフの作品にインスピレーションを与えた女性であり、 編集者であり、最初の読者であった。彼のすべての作品がベラに捧げられている通りである。ロリータの原稿を燃やそうとしたナボコフをいさめたことも一度きりではない。しかし、彼女に宛てた個人的な手紙や結婚に関する書簡は、処分されてしまっている。スイスのクラランにある、ナボコフ一家の墓1960年に、ヨーロッパに帰ってきたベラは、夫と一緒に、 ホテルモントルーパレスに住み、1977年にナボコフが亡くなって以降もここで彼に関する仕事を切り盛りした。ウラジーミル・ナボコフは自分が死んだら最後の作品であるローラのオリジナルの原稿を燃やすことを望んでいたが、ベラも息子のドミトリーもその遺言を果たさなかったので結局この小説は2009年に出版された。彼女がロシア語に翻訳した。 青白い炎は1983年に出版されている。ベラは1990年までモントルーのホテル暮らしを続けた後、その翌年にブベイで亡くなり、夫と同じクラランの墓地に埋葬された。2012年に亡くなったドミトリーもここに埋葬されている。シフ、ステーシー、ベラ、パンブックスリミテッド、P219。 ISBN0 から330376748、48, https コロンスラッシュスラッシュ books.google.com スラッシュ books、ide="oksoq",kzfdsrgc ID ピコグラム ="pa2192012 年2月23日、閲覧。ラテン文字転写は1950年代の書簡に、彼女がした署名及び意見表明に基づく。 彼女は、ベラ・ナボコフあるいはもっとニュートラルな、V ・ナボコフを使用した、オンラインエクストラクトアット、ニューヨーク・タイムズ・ハット・ ABC ・ディ・スベトラーナ・ソスノバ、ウラジミール・ナボコフ、エス・ミューズ。 バンクーバーエクスプレス、http コロンスラッシュスラッシュ w w w v a n c o u v e r e x s s s l a s h archives slash 93472015年2月19日閲覧。ステーシーシフ、チャプター 1a b アミ、マーチン、ビジティングミセスナボコフ、アンドアザーイクスカージアンス。 ページーズ115から118ペンギンブックスプリンテッド 1994ISBN0 から14から023858から1ステージーシフ、ピアニッシュも56ステージーシフ、P12 ありがとうございます。